はい、皆さんこんにちは、手塚先生です。はい、いよいよ、6月の1日月曜日から体操教室がスタートします。皆さん大変長らくお待たせしました。そこで、6月1日から体操教室を始めるにあたって、どういうふうに体操教室をやっていくか、先生たちも気をつけることがたくさんあると思います。そういうところを今から、一緒に確認しながら、6月1日からどういうふうに体操教室をやっていくかっていうことを、今からやっていきたいなと思います。まず先生たちが取り組んでいる取り組みとしては、先生たちは必ずマスクをします。はい、それから必ず、換気をします。換気扇回したり窓を開けたりして体操教室を行うようにします。それから、人との間隔ですね、先生と、みんな、それから、みんな子どもたち同士の間隔を開けるようにして体操教室を行おうと思っています。それから、手指の、消毒等も必ず行うようにしたいと思っています。あとですね、保護者の方に関しましては、しばらくの間、2階でのご観覧を、中止とさせていただきます。なので、ご協力よろしくお願いいたします。では、入館のところから見ていきましょう。はい、まず体育館に入ってきたら必ずここにアルコール消毒がありますので、アルコールを必ずしてください。手につけてしっかりとこすりましょう。で、駐車券はここで自分たちでお願いします。お父さんお母さんできる人はお父さんお母さんがやってください。こんにちは。ちょっと靴ちょっと待って、もう一個か。アルコール、はい、ちょっと待ってください。はい、アルコールをしっかりしましょう。はい、アルコールしっかりしましょう。駐車券はありますか？駐車券あります。あ、じゃあここでやってください。はい、もういいって。はい、ちょっと待ってください、まだ。はい、はい、お願いします。お父さんお母さんにはね、渡すときなくさないようにしてください。はい、はい、じゃあ上行きましょう。2階に上がってきたらまずは体温を測りましょう。ね、1秒で測れます。こうやってピッとやります。そしたらお名前をいつものように言いましょう。じゃあそろそろ上がってくるかな。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、まず体温から測ります。お名前どうぞ。寺田理恵子です。素晴らしい、今日も頑張ってください。頑張ります。はい、こんにちは。こんにちは。お名前どうぞ。橋村貴政です。はい、おでこはちょっと失礼します。はい、はい、体温を測ってお名前を言ったら、次は荷物を持ったまま、青いマットや緑のマットに広がって座りましょう。こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。じゃあこの辺座ってください。はい、 あんまり近くに寄らないで、少し間隔を空けてほしいんで、少し間隔を空けてこのぐらいで座ってください。はい、このように間隔を空けて、みんなで最初座って待っていきます。で、グループに分かれてね、荷物を置く場所が違いますので、まずは荷物を持ったまま、このまま青いマットや緑マットに座っていきましょう。間隔を空けて座った後に、荷物を置く場所は、種目ごとに違います。ここにこのように、間隔を空けてタイルがありますので、そこに荷物を置きましょう。お願いします。はいはいはい、マットの荷物置き場です。はい、このように、各種目で置く場所があります。鉄棒や、跳び箱、トランポリンで荷物置き場が、違う場所にありますので、その時の先生にしっかり従うようにしてください。では種目の入り方です。練習するときは、このように、人と人との間隔を空けて並ぶようにしましょう。または、線が必ずありますので、例えば後ろのところみたいに、ジグザグに並んだりして、間隔を空けて並ぶようにしますので、安心して教室に参加してください。気をつけ。これから体操教室を始めます。お願いします。お願いします。鉄棒やトランポリンなど終わったら必ず、休憩時間に手洗いうがいをします。じゃあちょっとまず挨拶からいきます。気をつけ。これで跳び箱の練習を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。そしたらみんなで手洗いうがいに行きます。お友達と間隔を空けてゆっくり進みましょう。はい、ゆっくり進んでください。間隔を空けて
間隔を空けて、間隔を空けて、ここにトイレっていう文字ありますね。で、このまま進んでいきます。はい。で、このまま手洗いうがいをしてください。手洗いうがいが終わったらお水休憩をしましょう。 OK ですか？はい。座って飲んでもいいですよ、別にね。はい。ただお友達と必ずね、間隔を空けるようにしてください。お水休憩が終わったら、次の種目に移動しましょう。お水休憩が終わった人はこっちに来てください。早いですね。リエコ先生、1番2番でも歩いてくる人も大事。OK？ 必ずね、間隔を空けてください。こうやってね、あのテープがありますので、そこをね、基準に並ぶようにしてください。で、お水休憩終わったら必ず消毒をしましょう。手を出してください。はいはいはい、 OK。 では始めますよ。先生たちは必ず一人一つ持ってます。気をつけ。これから飛び箱の練習を始めます。お願いします。お願いします。一番最後終わるときは全員で挨拶をしますが、グループごとで挨拶をしたいと思います。みんなでまとまらないように気をつけていきましょう。では皆さん終わりましょう。気をつけ。これで体操教室を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。さようなら。ではまずマットのチームから帰りましょう。お友達にさよなら。お友達にぶつからないようにしてください。鉄棒のチームの人帰りましょう。さようなら。さようなら。ごきげんよう。では飛び箱チームの人帰りましょう。ゆっくり歩いてください。本当はね、あの担当の先生がね、つきたいと思ってます。さようなら。そういう人もいますよね、たまにね。はい。トランポリンチームの人が帰りましょう。さようなら。はい。今のように先生たちは、まあ、コロナウイルスに、負けないように、間隔を空けて体操教室をやっていきたいと思っていますので、6月から6月の1日月曜日から体操教室は始まっていきます。ぜひ、ご参加よろしくお願いいたします。皆さん待ってます。待ってるよ。で、前に出る。